イッチーとスクラッチーを生んだ天才ロジャー・メイヤース氏は優しい紳士で世界中の人々を愛しその幸せを願っていました。人々もまた彼を愛しました。ただし1938年だけはナチは我々より優秀なスーパーマンであるというアニメを作ったため世間から非難されましたが、